タートしました。ポンと9番ダノンプレミアム、10番のサンリバル、ピンクの帽子2頭が好スタート、好ダッシュを切りました。さあどちらが出ていくか。わずかに10番のサンリバルが出て坂を上がります。9番ダノンプレミアム、2馬身3馬身空いた2番手で川田騎手を抑えます。2馬身差4番リビーリング、その後2馬身差3番ジャンダルム、今日は4番手、その後5番手に8番のワグネリアンがつけました。その後ろ1段でインコース1番のオブセッション、そして2番のアラウン、外からは6番の浅草スポット、1コーナー3馬身相手7番トラスト剣心、1頭枯れて5番のヘビータンク最高峰、縦に長い展開、2コーナー回ります。先頭は10番のサンリバル、リードを4馬身ぐらい取りました。2番手に9番ダノンプレミアム、2コーナー回ります。2馬身相手4番リビーリング、3番手その2馬身後ろ、今日は4番手で3番ジャンダルム、向こう上名と出ました。その後3馬身後方、前から5頭目に8番のワグネリアンがつけています。外は6番の浅草スポット、並んでいきました。最初の 1000m は1分1秒後のペースになっています、縦長の展開。その後2馬身差1番のオブセッション、後方外は2番のアラウン、3馬身相手7番トラスト剣心で1頭大きく置かれて5番のヘビータンク、残り800を切って3コーナーカーブに入ります。10番のサンリバル先頭でリードが3馬身ぐらい、2番手9番ダノンプレミアム、その差を詰めていって今2馬身から1馬身半、1馬身と迫って600を切りました。3、4コーナー中間、2馬身差4番リビーリング、その外へと出した3番ジャンダルムが3番手に上がってきます。そして促して8番のワグネリアン、5番手から4番手大歓声が上がります。2馬身相手1番のオブセッション、さあ第4コーナーから直線に入りました。内出し水10番のサンリバル、離れた外から9番のダノンプレミアム、かわして先頭だ、1馬身リードを取ろうとする。2馬身相手3番のジャンダルムが3番手から2番手200を切りました。その後は2馬身相手8番のワグネリアン、今4番手から3番手2番手を伺うが、抜けた9番ダノンプレミアム、これぞ王者の走り、ゴール。2着に8番ワグネリアンが上がりました。3番ジャンダルムと打ち粘った10番のサンリバル、3着争いです。抜けた9番ダノンプレミアム、これぞ王者の走り、ゴール。2着に8番ワグネリアンが上がりました。3番ジャンダルムと打ち粘った10番のサンリバル、3着争いです。